次にですねリーダーシステムをご紹介いたしますリーダーはですねここのビーズで止めるんですが P ラインのままですねこのまま巻き込んでしまいますと P ラインが食い込んでしまいますので食い込まないようにです、ね、ショックリーダーをまず結びますショックリーダーはですねこちらこれフライ用のティペットなんですがナイロンラインの0.85ですね これを約三十センチこれを電車結びで結びますで、丸カンはこちらの、えー、これヘラ用の、えー、コーナーに行けばあると思うんですが、えー、最初のこの金属製の丸カンですねこれを結んでペンチで潰しましてですね楕円フットボール型にしますこうすることでガイドのすり抜けを良くしますこのビーズの玉はですね 発光玉ハードですねこれを使いますで、これで巻いてピチッと止まりますねでこの先の糸なんですが、えー、基本的にはこの穂先よりちょっと長いぐらいがベストですこれはちょっと40センチぐらいの、えー、今、えー、長さを取ってますが、えー、この穂先であればおそらく、えー、ここからプラス5センチぐらいこのぐらいでよろしいかと思います でその先につけるのは自動貼り詰めなんか、えー、つけて頂ければ、えー、仕掛けの効果もスムーズにいくと思います、えー、次に穂先の説明をします、えー、僕がメインに使っているのは、えー、こちらの、えー、グラス製の台輪、えー、のクリスティア穂先ですね、えー、あとこちらが、えー、僕が自作で作っているカーボンソリッドですね これをまあ削って、えー、削り出しで作っておりますまずこちらのグラスの穂先なんですが、えー、まあこれはもう釣り具屋さんに行けば店頭に並んでますのでもうパッケージから開けたらそのまま使えるっていうのが、えー、非常に魅力的な作法、えー、です、えー、調子もですね、えー、いろいろ種類がありまして 3S から H まで、えー 5段階の強さに、えー、分かれておりますで僕が好きなのはですねこのクリスティアシリーズのこの赤い先っちょのタイプのこの同調子の方がですね、えー、僕が一番好きな理由っていうのはあのー、今桧原湖はワカサギ大変濃くなっておりますのでタテンガけとかですね連掛けのたりに、えー、こういった同調子の方が有利になりますので、えーあのー、非常に 使いい勝手のいいサウンドにってますで次にです次でね、このカーボンソリッドこれは非常にやっぱり折れやすいので特にこの先端が折れやすいので折れやすい部分だけをちょっとグラスにしてなるべく電動の巻き上げに耐えられるようにしてみましたでこのカーボンのいいところはですね、えー、と非常に軽くて反発力が強いってところですで反発力が強いっていうのはですね 細かい魚の動き、例えば首振りの動きとかにこの反発力の強さがありますのでこう戻りがついていきますでこのついていくことでどう,どういうふうな状況になるかというと魚がこう首を振って外そうとしてもこれが穂先がついていきますので当たりの時間が長く取れるんですねですから僕はこの穂先を使うときっていうのは大会とかトーナメントとかそういうかなりシビアな状況で で非常に僕はこれを対応しています、えー。次にラインの説明します、えー。僕が今メインで使っているのは、えー、P ラインですね。ダイワのワカサギ P2 で、そしてバリバスの感動の P ラインですね。まあどちらもですね非常にあのー、丈夫であのス、ー、ピも良くて、えー、僕は。 あの非常に愛用しております。で伸びが少なくて感度に非常に優れておりますので、えー、小さなあたりでもよく出てくるっていうのが特徴です。ですけども、えー、注意しなきゃいけないのは、えー、この P ラインの持っている浮力ですね。浮力が大きいので、えー、それに見合った重さの重りを使わないと、えー、難しい場合が結構多いです。ですから軽い重りを使う場合は P ラインを極力細くするか。 そうしないと浮力に負けてしまう場合があります要は浮力に負けてしまうと当たりが出てこないってことですねですから結構重たい重りを使う場合であればこの P ラインの浮力は消えますのでちょっと重めの重りを使うというのがコツです